ハスクマ、ハスクバーナ、オートマー 430X。今までの315に比べてかなり大きくなったという感じです。こうやって見ると随分と円運動で芝刈りやってるようです。かなり強いっていう感じです。315がここがだいたい1200平方メートルありますので、まあギリチョンでちょっと負担が大きかったようです。で取り替えた 430X だともうちょっとでかい分だけ馬力があって、かつは刈り幅が広いですので余裕が大きいと思います。だいぶ買ったのが これは充電ステーション帰っていく動きでしょうか。止まって、ガイドワイヤーをキャッチしてどっち行こうか考えてるんですかね。まだ変えるんじゃなくて手動っていう感じかですね。
今までの最稚語に比べて随分力強いという感じです。 430X かなりやっぱり馬力があって、今まで止まっていたようなところでも動いているというやっぱり強さを感じます。やっぱり大きいだけのことはあります。芝生広場がこの広さで、端から端まで60メートル以上あります。60メートルあります。で、この広さですので、正確な芝生の面積っていうのはまだ測ってませんが、まあ結構広いところです。やっぱりこれぐらいでっかくてたくましい方が、ここの場所にはふさわしいと思います。交換して正解だと思います。では芝生広場さん、芝生広場でハスクバーナー 430X の活用が活躍して活躍を期待します。